始めましょう。好奇心は災いのもと。
ず叶うものなの。シンデレラもそうだった。意地悪なお母さんがお城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何事だって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやで、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビディ、バビディ。But I'm somewhere in that zone, 'cause for the first time
knows I tried.それじゃあ最後にあなたもよく知っているお話をしましょうか。美女と野獣だね。昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜お城に年取った物乞いの女が来て一夜の宿を恵んでほしいと言い一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変えお城に強力な魔法をかけました。年月が流れ王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。
忘れないで。もちろんさ。じゃあ一緒に。そしていつまでも幸せに暮らしました。チップ、いいね。